はい、こんにちは、116ウィンズです。いやー、マリナーズ絶好調ですね。今日もテキサスレンジャースに8対4で勝ちまして、これでレンジャースとの4連戦は見事スイープ。結果先月末から6連勝ということになりました。9月に入って最初のアスレチックス戦はコロナの影響で中止となってしまったんですが、この4連戦4連勝ということで9月はまだ負けなし、さらに言えば直近14試合で11勝と勝ちまくっていまして、9あった借金も3まで減らすことに成功しています。8月の中頃には7連敗を喫し、さらにトレードデッドラインでは5人の選手をトレードしましたので、これで今季の戦い残りは来年の全体1位を獲得できるかどうかというところが焦点になってくるかと思っていましたが、ここに来てチームの状態非常に良いですし、まさかこんな勢いで勝つとは正直予想していませんでしたね。若い選手たちも躍動していますし、今のマリナーズの野球を見ていて本当に楽しいなと思いますね。そしてここに来てのチームの好調はマリナーズにプレーオフ進出の可能性を生み出すこととなりました。今シーズンはプレーオフの枠が拡大されまして、各地区2位までの球団、さらにそれ以外で勝率が上位2球団のチーム、計8球団がプレーオフに進出することができます。マリナーズはこの6連勝でアメリカンリーグ10位まで順位を上げまして、でさらに同じ西地区の2位ヒューストンアストロズが現在5連敗を喫していることもありまして、2位アストロズとのゲーム差は2ゲーム差、さらにワイルドカード2枠目を争うニューヨークヤンキースとも現在2ゲーム差に迫っている状況でして、残りの試合次第ではもしかしたらマリナーズプレーオフ進出することができるかもしれないというところまで現在来ているんですね。マリナーズは2001年からポストシーズンから遠ざかっていまして、2001年といえばイチロー選手が MLB デビューを果たした年なんですけれども、まあ、その年からプレーオフから遠ざかっている状況でして、今シーズンもチームは再建を掲げていましたので、まあ、プレーオフ進出はかなり厳しいだろうなと思っていたところ、まあ、この終盤戦に来てのチームの好調ですから、ひょっとしたらもしかしたらマリナーズプレーオフ行っちゃうんじゃないかと個人的に非常に期待しているところですね。では最近のマリナーズ何がそんなにいいのかというところなんですが、この6連勝中は特に先発陣の頑張りが非常に目立っている印象ですね。こちらが6連勝中の先発投手の成績なんですが、8月30日エンゼルス戦のジャスティン・ダンは6回1安打無失点、翌31日はマルコ・ゴンザレスが1失点の完投勝利を挙げましたし、でさらにこのレンジャーズとの4連戦も初戦菊池雄星選手が6回2安打1失点に抑えれば、2戦目シェフィールドが7回2失点、3戦目のダンも6回2失点、そして今日のゴンザレスも7回2失点と、この6連戦中全員がクオリティスタートを達成しているんですね。今季のマリナーズは先発陣に限らず、まあ、投手陣が少々課題と考えられてきましたし、実際シーズン序盤はなかなか先発が試合を作れないという試合も多かったんですけれども、ここに来て先発陣が非常にいいピッチングをして試合を作るというケースも増えてきましたし、まあ、特にシェフィールドとダンについて以前と比べてだいぶ計算ができるようになったという点はチームにとっても非常に大きいのかなと思いますね。ブルペン陣については少々不安がまだ残るんですけれども、平野投手が復帰しましたし、またケンドール・グレイブマンも先発からリリーフに回ってこのレンジャーズ戦でいいピッチングを見せましたので、シーズン序盤と比べたら多少は安心して見られるようになってきたかなという感じですかね。とにかくここ最近のマリナーズの好調については投手陣の目処がだいぶ立ってきたという部分が非常に大きいのかなと思いますね。そして打線についてもぼちぼち頑張っている印象ですね。8月の終わりぐらいからカイル・シーガーの調子がちょっと落ちてきたかなという印象があったんですが、アスレチックスとのシリーズが全部中止になって、それがいい休みになったのか、この4連戦レンジャーズとの4連戦は9打数4安打2ホーマーと少し調子が上向いてきたかなという印象ですね。やはりクリーンアップを務めるシーガーがきっちりランナーを返してくれればそれほど得点に困ることはないと思いますので、シーガーの調子が上向いてきたことはマリナーズ打線にとっても非常にポジティブなことなのかなと思います。また今季ブレイクを果たしたディラン・ムーアが手首の故障で故障者リスト入りしていたんですが、そこから復帰しまして、で復帰後14打数5安打と故障する前の好調を見事に維持している点もチームにとっては嬉しいことですね。そしてパドレスとのトレードで獲得したタイ・フランスも移籍後13打数4安打、マリナーズはフランスが来るまでティム・ロープスを DH で使ったり、なかなか打撃不振から抜け出せないシェッドロングをセカンドで使ったりと、攻撃面が苦しい選手を起用せざるを得ない状況が続いていましたが、このフランスが来たことで打線に少々厚みが増した印象がありますね。今季の新人王候補であるカイル・ルイスの当たりがちょっと止まってきた点は少々懸念点ではあるんですが、ただ8月に入ってから選球眼が大幅に向上して出塁することはできていますので、最低限チームに貢献しながら、ルイスのバッティングの穴についてはムーアですとかフランスが現状はうまく埋めることができていると思いますので、今のマリナーズ非常に投打が噛み合っている状態なのかなと思います。若手選手たちの勢いも非常に感じる今のマリナーズ、本当にプレーオフに行っちゃうんじゃない
ないかと最近の試合を見ていると思わせてくれるんですけれども、次からですねちょっと現実的な話をしたいと思います。でそれがマリナーズの今後の対戦カードですね。マリナーズ残り19試合を残しているんですけれども、ここ2年間めちゃくちゃ苦手にしているアストロスとの直接対決を3試合残している状況です。マリナーズアストロスとの直近2年間の対戦成績は2勝24敗と完全にカモにされている状態でして、でそのアストロスがマリナーズの一つ上の2位にいるわけですから、このアストロスを倒さないことには上位進出は望めないと言ってもいいでしょう。またマリナーズにとって不幸なのは、シーズン最後の10試合はパドレス、アストロス、そしてアスレチックスと勝率が上位のチームばかりとの対戦が残っているんですね。今の6連勝もエンゼルス、それからレンジャーズと、まあ悪く言えばマリナーズと同程度のチームから勝った6連勝となりますので、本当にプレーオフ進出を目指すのであれば、この最後の10試合勝率が上位のチームを倒すぐらいの勢いでなければ、マリナーズのプレーオフ進出は現状非常に厳しいものなのかなと思われます。さらにマリナーズにとって不幸なのは、追いかけるアストロズの対戦カードがマリナーズと比べて少し緩いというところですね。アストロズは現在5連敗中で、でさらに明日からも首位アスレチックスとの試合を4試合も行うんですが、その後のスケジュールは結構楽なんですね。特に最下位のレンジャーズとの試合がまだ7試合も残っている点は、アストロズにとっても有利に運ぶんじゃないのかなと思います。アスレチックスとのシリーズが終われば、ドジャースとの2試合を除いて全ての試合が勝率5割未満のチームとの対戦となりますので、まあ、確かに苦手な敵地の試合が多いという状況はあるんですが、そうは言ってもアストロズにとって有利な状況であることには変わりないのかなと思います。マリナーズが今後アストロズから地区2位の座を奪い取るためには、直接対決の3試合は絶対に全て勝つぐらいの勢いが必要ですし、他の試合に関しても最低でも勝ち越しはしなければ逆転でのプレーオフは難しい状況なのかもしれません。ついでにマリナーズとワイルドカードを争っているヤンキースの今後の対戦カードも見ていきたいと思うんですが、ヤンキースは地区2位のブルージェイズとまだ9試合も残している状況なんですね。故障者も続出し苦しい戦いを強いられているヤンキースですが、地区4位オリオールズも 1.5 ゲーム差に迫っている状況ですので、マリナーズとの争いがどうこう以前に地区の中での戦いに追い詰められてしまっているような状況ですね。ワイルドカードの2枠目については、ブルージェイズ、ヤンキース、オリオールズと東地区の3球団が非常に競っている状況ですので、おそらく頻繁にワイルドカードの2枠目は入れ替わることと思いますし、そうなってくるとマリナーズとしてはなかなかゲーム差を詰めにくいという状況になってしまうかもしれませんね。直接対決がなく他力本願となってしまうワイルドカードの2枠目よりかは、自分たちの力で地区2位を勝ち取った方がプレーオフへの道は近いかもしれません。まあマリナーズやアストロズのスケジュールを考えると、マリナーズのチャンスはかなり厳しいものだとは思うんですが、なんとかひっくり返してほしいなと思います。スケジュール的には非常に厳しい戦いではあるんですが、ただ残り19試合でポストシーズン圏内まで2ゲーム差というゲーム差は決して絶望的なゲーム差ではないと思います。マリナーズは今季もともと再建を掲げていた年なので、絶対にプレーオフに出なければいけないコンテンダーたちとは少々プレッシャーの面でも違う戦い方ができるんじゃないのかなと思います。今のマリナーズ若手たちが気負わずに非常にのびのびとプレーしている印象があるんですけれども、ぜひですねプレーオフ争いが激しくなる中でもそのプレーの姿勢は忘れずにやってもらえれば結果がついてくるんじゃないのかなと思っています。ファンとしてはぜひプレーオフに出てほしいなとは思っていますが、ただ元々が再建の年ですので、ほどほどに期待しながら残りの19試合見ていきたいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。